い、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑え、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私主のテストでお届けしている30分番組です。なぜ笑ったかというとねあのカメラの向こう側で局長がねこう一緒にこうやってくれ、はい、ありがとうございますということで、久しぶりに今週は、がっつり、はい、けいちゃんのジョイフルネスのお話、お話を久々にやったピバーンピバーンっていうね、もう OK サイン、OK ですっていう局長からも OK サインで書いてましたので、はい、がっつり、がっつりにしていただこうかなと思います。はい、まあ一応あのオープニングなので、はい、3分ぐらいまで3分で、まず喋り続けるから、まあ、ちゃんとあの切りますので、ね、はい、はい、あの今はですね、2022年、うん、秋学期のクラスの、はいはいはい、2023年に入りましたけれども、ね、うん、4ヶ月目に入っている、ね、放送日では、で3ヶ月、うん、やってきたっていうのが今現状ではそうなんですけども、うんうん、今回も着実に変化と、うん、あとはまだミラクル的なことが起きてですね、うん、すごいじゃん。なんかだってケイちゃんのフェイスブック見てたらさ、うん、ああまた何かあったんだなっていうような投稿が結構上がってくるもんで、そうもっとあんねんけど、うん、あんまりやりすぎたら嘘くさいぐらい出てくるからちょっとそこいつも心配してるよね。そうなんですよ、持ってると思われるとかさ、嘘くさいとかさそうなんですよ。でも本当はあの私嬉しいのは、うん、参加してくださってるご自身が、うんうん、あの気持ちが軽くなるとか、うん、自分をらしく自分を生きていくっていうのができるのって、うん、まあある種当然やん、うんうん、でしょ、うん、受けてくださってるんですが、うん、その周りの家族だったりに、うん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 、大事な人たちにも何か違うことが起きてくるんですよ今までと、うん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 、だからなんかすごいお子さんでね、うん、スポーツ頑張ってる子がいらっしゃるんですけど、うん、色を使って応援してみるとか、うん、お母さんの言葉がけ変えてみるとかって言ったら、うんうん、バンバン活躍して、もう私オリンピック応援に行くの楽しみにしてますっていうぐらいの状況です今。おお、すごい。いやそれはもうまあね、またメインでも話するけど、はい、そのお母さん、まあ大概がね、うん、お母さんが受けてらっしゃると思うから、はい、うん、だお母さんが変われば家族は変わるの当たり前やもんね。ほんまにそう思う。今までも言ってきたけどね。そう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 、そうなんだよね。いやだからもうそら子供たちで、しかも素直な子供たちだから、はい、子供たちは素直だから、はい、それをもろ影響を受ける、いい影響を受けるっていうね、はい、じゃないですか。嬉しいです、ね、なのでまたメインでは、はい、あの もうちょっとね詳しく、はい、お話を伺いたいと思います。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、じゃあもっと他にもちょうだい。もっと他にもちょうだい。なんかね、もうそれぞれがやっぱりね、うん、プライベートの中での変化だったりするから、うん、こうね、うん、なかなかね、まあ、こう言えないっていうところもあるんですけど、あのね、今回に今までも、うん、2000もう分かるようになってる。ゼロ期。うん、ゼロ期ね。去年2021年の。あ、おととしか、の2021年の10月からスタートしたんですけれども、皆さんね、あのほんまにコツコツ自己対話をやってくださるんですよね。でしかも色を使っての自己対話っていうのをやってもらってるんですけど、2022年秋学期の皆さんってほんまにめちゃめちゃ細かく、あのね、色を使っての対話っていうのをすっごくやってくれてて、かつものすごく記録を取ってくださってる方がいらっしゃるんですよね。でそうすると何日にはこの色だったのがこういう変化をして、じゃあこういう出来事が起きてっていう分析ができてってて、それをみんなにシェアしてくれるから、みんなからしたら、あ、そうやって使ったらいいんかとか、すごいね共有されていくんですよね。でそれって私が何も考えと、まあ、ちっちゃい頃からやってた色の対話をみんなやってるでしょって思ってたんだもんね。そうそう、じゃあやってなかったんですよね。でそれをみんなが、今はね、練習のために誰でもできるようになる、うん、ちょっとものを作ったんですよ、うん、でそれを使いながら
色を使って対話をしていくっていうところを毎朝やってるとかね、うん、そうするとほんまにそこで決めたような色の状態の出来事が起きるとか、うん、なんかそう例えばさピンクと決めピンク、うん、今日はピンクやなっていうところで決めていくと、うん、なんかいつもより人に優しくできてるし、うん、優しくされるっていうような出来事が増えてきた、うん、ほんまにそうかもしれへんっていう、うん、その実体験を伴ってなんかあの色ってほんまにすごいなっていうところを体感してくれてるっていう感じですよね。で私がすごく今回言ってるのがマジやんっていう体感をとにかくみんなにしてもらいたいんですっていうのをすごく言ってるんですよ。でやっぱり色の話聞いたり例えばいろんなね学び例えば抱っこが大事だよって聞いても、はあ抱っこ大事なんだって終わる人も結構多かったりするじゃないですか。色の話いくらやったってあ色面白いねで終わる方も多いじゃないですか。でもマジすごいやんっていう体感を体験を一回したらこれほんまやんってなった瞬間から色使いっていうんですか色ってほんまに使えるし効果あるからどうせ次もうまくいくわっていう感覚のもとにやっていくからほんまにどんどんほんまになんていうんですかね動いていくんですよ物事が。それをとにかくマジやんを体験してって言い続けててそしたらみんながマジやんっていうあのもうミラクル体験をしてくれててねすごい関西以外の方もマジやんとそうそうマジやんっていうのをねあのしてもらってますね。その中の一つの、まあ、今回分かりやすいところでいくとお子さんがねスポーツの大会に出るんですけど、うんうん、その度にあのお母さんが、うん色を使ってあの、うんあのねまあ、子育てカラーでもやってきたことなんですけど、うんうんうん、もうその子育てカラーっていうその一部を切り取ったんじゃなくてもうまず自分自身と対話をするっていうところでお母さん自身が自分と仲良くなった上で色を使って子供を応援するっていうところに入っていってるもんやから、うんうん、もうねすごいの、うん、子供とのコミュニケーションも、うんうん、あの聞いているとすごく、うんいい感じなんですよね、うんうんうん、でなんかあの子供からお子さんからこんなことを言ってきてくれてんっていう言葉がね、うん、すごい変わってきたなっていうところも嬉しかったりしますね、うんうんうん、なかなか具体的にね、うん、言うとあれだけどね、うん、なんですけど理想的へあこ理想的っていうかあこんな親子関係いいよなって、うんうん、おそらくみんなが思うような、うんうんうんコミュニケーションが取れてるんですよ。何より嬉しいよねそういうさそのまあまあね、うん、自分がそうやってご機嫌に過ごせていくのもそうやけど、はい、やっぱそこでその子供がの、うん、でおそらくそういうのってそのママ自身がそれを、まあ、もしかしたら子供的にはさ同じような気持ちでそれを前にも言ったことあったかもしれないけど、うんうん、キャッチできてるかどうかっていうのもあるしね。そうなんですね。そのピンクをさ意識することで優しくされたと思ったかもしれないけど、はい、実はその前もされてたけどそうなんですキャッチできてないってそのだからピンクを意識することでそれがキャッチできたっていうのがねまた全然違うよね。いや言いたいこと言ってくださってあらマジですよそう、まあ、受けてないですけどねあの、うん、あのね感度が上がるっていうのが、うん、ゼロキの時のみんなから言ってもらった言葉なんですよね、うん、ずっとでよく出てくる言葉が感度が上がるって、うん、これ感度が上がらん限り優しくされてても気づかないんですよ、うんうんうん、あのめっちゃありがとうっていうことを言われてても、うん、あのスルッて抜けていってたりすると、うん、ああ誰も優しくしてくれへん、うん、私のことなんて誰も見てくれへんって思ってるけどいやいやいやめちゃめちゃ優しくされてるやんとかそうそう、うん、ありがたいこといっぱい起きてるやんのをキャッチする感度がなかっただけっていう話が結構多いですよね、うんうん、そうかもねそれもあるよね、うん、それをキャッチできるそれでもそれがそのやっぱピンクを意識したおかげだったりとかすれば、うん、今度じゃあ違う色を今度意識したらまた違うものもキャッチできるようになってそうなんですよそれがまあいやさだ、まあ、そのじゃあピンクだけとかっていうわけじゃないだろうから、うんはい、どんどんキャッチできる幅とか種類がどんどんね増えていくっていうこともねすごいでしょすごい感じですよ、うん、だからみんなしかも色を勉強してきましたっていう方って本当少ないんですよね、うんうんうん、初めてやけど色できるんかなってスタート時には言ってくださ言ってたみんなが、うん、できるから、うんうんうん、めっちゃ嬉しいよね、うんうん、でただ私の場合は色ってすごいんですよっていう話ってあんまりやっぱりしないんですよね、うん、色ってツールやからそれを使ってるあなたがすごいんですよって
私はもう何回も言うんですよ、うんうんうん、そうじゃないと使われちゃうもん、うん、ツールに。あ、なるほどね、うん、そんなんなったら楽しくないじゃないですか、うんうんうん、でこれ色が正解って思ってたら、うん、いやいや、あ、え、あれあれって感覚は違うのに、うんうん、色はこうやからこうせなっていう、うね、なんかねばならぬが出てきそうだもんね。そうそうそう、なので色はただヒントをくれてるだけって、うん、でその色はこう言ってるけど私はそれを聞いてどう感じるのかって決めてほしいんやって、うんうんうん、でそこを決めたあなたがすごいんやっていう話をずっとするんですけど、うんうん、やっぱりねそこのところを大事にしたいかなっていうのはめちゃめちゃ思います、うんうん、え、結局さ、そこをそのケイちゃんが言ってることを自分事として感じたり、うん、その自分がまたそれこ そ, その色になんか支配されそうになった時に、はい、またケイちゃんの一言があるって戻るのにやっぱ半年はかかるわけだな。だから ね, あのね、うん、色もね1ヶ月目からお伝えしないんですよ、うんうんうん、でそれはあえてで、うん、あの1ヶ月目2ヶ月目って色の話しない。2ヶ月目が色の基本のね、色ってこんな力があるんだよっていう話をするんですけど、うん、色の意味とかお伝えしないんですよね、うんうん、それはもう色の意味しちゃうともう正解を求めちゃうから、うん、いやそれはわかる、うん、それはどうしてもわかるし、 それこそねカラーセラピーとかが好きな人とかだったら、うん、絶対それそうなっちゃうよね、うん、え、なんで私今こんな気持ちじゃないはずなのにこの色選んじゃったわみたいな。そうそうそう、ね、え、だからこうなのか、うん、な本当だったらこっちかもしれないじゃん私みたいなさ。そうそうそう、いやそれを選んで、うん、そこにざわつくってことはそこに答えがあるんだよっていうところを、うん、やっぱりあのキャッチしてほしいんですけど、うん、そこまで感じるっていうことはしないですね、うん、普通ね、うんうん、でそうなると ね, あのねすごいみんな素直でね、うん、色の意味を知ったらね対話がねあの楽しくなくなったって言った人がいるんでしょ。素直だね。そうそう、でそういうの全部言ってって言うてるから、それを言ってくれるのもありがたいですよね。なんかやりにくいなって、うんうんうん、なんかね心に収められてたら面白くないで終わっちゃうんですけど、なんか感覚でやってただけの方が楽しかったって言うんですけど、あ、じゃあそれってなんでと思うっつったら、やっぱりね正解にハマりに行くっていう癖がやっぱり出てたって気づいたらやめたらいいんですよね。でその情報を得たら自分が何を感じたのかでもう一回自己対話していくっていうことをやってたら、ヒントでしかないよって、今まで自分の中にあった思いにその色というヒントを使うことによってたどり着くよっていう、おもろいやろそれやったらみたいないう話をうん、うん、させてもらえるから、うん、なんかみんなにも伝わるかなって、うん、その半年の間にさ、そういう言えばあれっていう気持ちになれる方が、それをケイさんにしっかりちゃんと問いと何 どうしてとか、はい、どうすればいいっていうのが聞けるからいいわけよね、はい、そうなんですよ。なのでスムーズにいくと、うん、うんうん、あ、なんていうの、引っかかりがなく、うん、さっていくと聞けないんですよ ね。だからあのゼロ期のみんなも春学期の2022年、うん、春学期のみんなも、うん、何かがやっぱ起きるんですよ。今までやったらそれもね感度が高くなってるからっていうところなんですよ、うん、今までこんなことが言われたとて、こんな目にあったとて、まあ私にはふさわしいっていうね、うん、まあ、そういうもんでしょって、うん、我慢しないといけないよねってなってたら、おうおう、違和感すらないんですよ、はい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 、でも自己対話していくと、うん、待って、この言葉って私が言われるようなことなんだろうかっていう引っかかりが出たところからスタートじゃないですか、うんうん、なのでちょっと人間関係が、うん、なんていうの、今までやったら我慢してたところ我慢しなくなっていくから、うんうん、わちゃってこうなるとこもあるけれど、うんうん、そこを超えることによってほんまのつながりっていうところになっていくよねっていうところで、みんな山を何個も越えます。はいはいはい、はいなので何かありましたみたいなのが来たら、うん、いい調子ですって言うんですなるほどね、そんなスムーズにいくわけないんだからって、うん、だから先月まで、うん、この前もちょうどあったんですよ、うん、先月まで、うん、あ、もうやっと分かったって、うん、やっとこういうことかって、今までの学びとかも全部なんかこういうことやったんやって分かったのにゴンって落ちたって言うんですよ、うん、それめっちゃいい調子やって、うん、結構さ、まあ、正直言うとさ、ケイちゃんのあのケイちゃんのやつっていうか、あのケイちゃん の受講した人たちが上げたやつにコメントでさ、私も実は落ちてました的なさ、でもあ、そういうことかって気づけた、ありがとうみたいなコメント多いよね、うん、多いそうなんですよ。なんかこう落ちて、うん、落ちたって、うん、気づいて変えたらいいねんけど、うん、落ちていつものパターンで言ってたらずっと一緒やねんから、うん、これ落ちるってことはチャンスなんですよっていう話を、まあ、してるわけですね、うんうんうん、結構そういうね、実は一人で落ちてましたとかさそうそうそう、まあ、そこでまたね、それこそケイちゃんのそういう何受講した人たちのグループとかでね、うん、そうやって相談ができたりとか、まあ、なんなら普通にコメントでね、まあ
気づかせてもらったりとか、うんうん、してるなって思いながら読んでる。そうですそうです。そうか、楽しい。だからみんな今回の人たちが、まあ4月、うん、あ3月か、はい、3月末で終わるわけじゃん。卒業、ね、はい、卒業だから、うん、まあ、そうなったらまた今度はさらにそのなんだっけ、カラーマジックセラピストさんも増えると。はい、そうですそうです、うん、だから1月からカラーマジックセラピスト養成講座がスタートするので、まあそれで再受講に入ってくれる。おお、なるほどね。ね、卒業したね、うんうんうん、先輩たちも、うん、来てくれて、再受講があるんだ。はい、あります。そうするとね、実際やってみての、うん、あの言葉とかみんなねシェアしてくださるから、すごいありがたいです ね、 そ、 ね、それはもうね、あの分かってた者同士 の、 そのモデルケースではなく、うん、本当に全く知らない人に対してやると、はい、またいろんなね、うん、いろんなこう問題とかいろんなのが出てくるからね、はい、もうねびっくりするようなやっぱね反応送る時ありますよね、セッションしてたらあるだろう、ね、そういう感じみたいな。なんか私それもケイちゃんとかさ、うん、あそういう感じで終わるかもしれないけど、それはね成り立ての人たちにとってみると、え何それってなるよね。え、そうどうしたらいいのみたいに多分なると思うんですよね。なのでできる限り今まであった、うん、え、うん、そんな感じっていうのを私もこう、うんうん、あけどね、話して、ね、いろいろ言ってますけど、うんうん、それを超えたね、新しいね、えそんな感じっていうのも出てくると思うんですよ、うんうん、やっぱり、ね、でもそれでも、うん、あの全部あの受け切れる、体作りを体と心作りをね、やってますよっていう感じですね。だからだから本当ね、また最初の話に戻るけど、うん、やっぱお母さん、まあね、二人ともそういうことはもうずっともうそれこそママラフの始まってからも もちろんなんだけど、うん、まあ、その前から、はい、それぞれのね言ってることの中に絶対お母さんだよねっていう話はずっとしてるんじゃない、はい、やっぱそのお母さんが機嫌がいいとか、うん、そういうなんかこう感度がいいとか、はい、もう絶対必要よね。いやそうと思います。うん、やっぱりなんかあの、え子供ちゃんとやってるやんっていうでところやけど、そこが許せないんですみたいなっていうので、やっぱお母さんのさじ加減一つっていうところやろうなって思うから、ね、うん、いや本当だからお母さんがね笑っときゃいいのよそうだそう、私はすぐに乱暴にされちゃうけど、まあ、実際そう本当にそうだろうなって思うけど、まあね、それこそまあ言ってるだけ、うん、言ってるだけというかね、その言って何度も言っても、まあ、伝わりきれてないというか伝わりきれてないというか、うんうん、まあ、そういう部分もあるのが、なんかケイちゃんの場合はもうさて半年間かけて、そうなんですよ、ね、これでもかこれでもかってでこういけたと思ったら またってなって、うん、もう一回喋ってっていうのの繰り返しですよね、うんうん、やっぱり何回も繰り返すよね、うんうん、やっぱ繰り返しだろうな、うん、本当に、ね、そういう癖やと思うから、うん、もう身についてそれが普通になってもうてるところやから、うん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 、でもねそこにね、うん、ここがまたあかんくなってるって気づくだけでもすごいことやと思うんですよ。大体無意識でやってもてますやんか。そうよね、そこにやっぱまず気づいてでそこからそのどう持ち直すかはケイちゃんに教えてもらってるわけだから、でもね、気づいてね、気づいたらこっちのもんやんって、うん、って思いますけどね。そうね、それまでだったらきっと同じことが起こったらどん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 それでね、そうそうそう、下がっていってたものがもうそれが通常運転でしょ。通常運転がしんどいっていうのが通常運転なんだから、うんうんうん、思うんだけどさ、結構向こうみんないろんなことが起きるんだねいろんなことが起きる、まあ、それ言うと、うん、まあまあ、いや、まあ、ケイちゃんも起きてんだけどさ、あでもね、うん、私今年あの、うん、の一言で言うと、うん、平穏無事って言ったじゃないですか。あ、うん、もうそれほんまに思うんですよ、うん、でもねちょっと見返してみてください。だからいろいろ起きてはいますよねいやそのほらそれこそね、みんながその投稿してたりとかするのに、うんうん、まあ、さっきも言ったそのね、私も落ちてました、私も落ちてました、そんなにみんな落ちることあんだなって、まあ、そのケイちゃんのそのコメントだけ、ケイちゃんの人たちのコメントだけじゃなくて他の人たちの投稿とか見ててもさ、あとそれこそストーリーとか見ててもなんかよく落ちるやんでよくみんなそんなに落ちることあるんだなあ、いや私感度悪いもしかしたらそうじゃん感度悪いんかな、いやどういう、いやだからみんなそんなに落ちることあるんだと思って、落ちるいうか、うん、落ちる、まあ落ちるんか、落ちるというか、うん、なんかこうその例えばそれ何、そのフェイスブックちょっと投稿できてませんでしたみたいなとかも書いててアップする人たちとかいるじゃん、うんうん、何があったのか、まあ、何があったまで書いてないからさ、うんうん、
そでなんかその人とかも、まあ、他の人たちもそうだけど、いやこの間もなんかあんた落ちてなかったみたいなさいやそう思うのはね、 Facebook が投稿できなく、ね、できなかったことに落ちるっていう意味が私からすると、うん、なんでそこで落ちるんかが分かれへんっていうところなんですよ、うん、でも分かるようになったけどね、あ分かるようになったよ、なんで落ちるのかは、うん、でも Facebook 書かへんかっただけの話でしょ、そうなんですよ、ってなっちゃうやん、なっちゃうからなっちゃうけど、おそれでやっぱり自分が決めたことなのにできなかったっていうとかいろいろあるんですねっていうところがすごく分かってきました。いや私感度悪いのかな、もしかして。それかまあいっかってすぐなる。あそれはあるよそれはやってないわまあいっかっていう、それはもう毎回はもう ある、うん、だいい悪いはまあ別としてね、うん、いいかもしれないし悪いは、まあ、悪いこともあったかもしれんけど、それも毎回やから、うん、毎回に徹してるから大丈夫だ。毎回に徹してるっていうところはあるんじゃないですかね。すごい、ね。まあでも本当にそれちょっと、まあでもそれがさ、うん、やっぱりそのまあ一家、まあまあ一家をまあ置いといて、その、うん、まあご機嫌がいいっていうのがさ、いつもデフォルトっていうじゃん。うん、そしたらそのなんていうのかな、その落ちなくもなるんじゃないのかなって、そんなに落ちなくなりますよね。っていうのも思うんだよね、うん、まあ、いや私もまあご機嫌がいいっていうか、別にハーってしてるわけじゃないけど、なんかそういうその通常が、うん、まあ、ゼロではなくちょい上ぐらいにいるんだろうなって。通常がええ塩梅やったらよろしいやんか。そう、ね、で、もちろんなんかいろいろ起きるから、うん、感情の起伏はあって当然と思うんですけど、うんうんうん、なんていうの、それもおもろいっていう状態になっていくと思いますよ、うんうん、なので、あ私落ちてたみたいな、あ、はい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 、なのでああやって多分コメントでも書けるようになってきたんじゃないのかなって思いますね。だって多分見せへんかったり、一番やばいと思うのはもうすごいえらいことなってんのにものすげえから元気投稿してる人が一番危険やと思いますけどねあ、どこ入った？大丈夫？大丈夫だった、うん、なんとなく浮かぶんだけど、はい、なんかもうすげえうまくいってますみたいなをもう、もう血みどろやねんけどやってると多分すっちばんしんどいし、うん、一番危険やと思います。それのさ、その一生懸命その血みどろになってしまってるのを出せないんだ、まあ、出すしてもないんだろうけど、まあ、出せない、うん、その関係性っていうのも痛いんだろうねきっとね、本人にとってみたらね、それ出しちゃったら結構楽かもしれないのでね。そうね、まあまあ、だからそこええー、とこ、なんかうまくいってるとこしか出しちゃダメ、出しちゃダメって思って、すげえなんかええー、とこだー言うてやってたら俺はしんどい思いますよね。まあね、だからそれをしんどいと思うのか、うん、からなんとかしたいと思うのか、いやしんどいけどこれもな、そのね、それこそ Facebook に投稿、うん、投稿するんだったらそうではなくてはって思うのか、うん、そこね、それこそまた感度というのか、いやそうでしょう ね、 自分、でもそれこそケイちゃんがいつも言う、その自分に優しくするしてないよねっていうことなんですよね、うん、全然優しくないですよ ね、 うん、ね、もうそうやったら投稿せんかったよね、それはそれでまたあらって思うんちゃう。でしばらくね、私らはそうだけどね、うん、そうだからしばらくで、ね、投稿せえへんかでも何も気にもならへん、まあね、あそうそうそうということで、はい、はい、エンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。大倉慶の望みを叶えるからメッセージ、パパパパ、はい、あのね、うん、大倉慶って名前になれたって聞かれたんですけど、じゃあ毎回、うん、ママラフのこのコールをするときに一回心の中で言って言ってますってやっぱまだまだまだ今も一回心の中で言って言いました。実は私も一回大倉慶って思ってて聞いてるじゃないとあって思っちゃったんだよねもうちょっとで板についてくると思います。そうね、はい、まあ、今何ヶ月？え ?8 月やから、まあまあまあ、まあまあ、4ヶ月。4ヶ月、うんうん、あ、4ヶ月、あ、そうか、5ヶ月か。はい、で、まあ言うたら、懐かしの、うん、懐かしの、ちょっとドピンク系。はい、でも、まあこれ混ぜたいう感じでもないので、ね、ちょっとね、今まで着てたのとはちょっと違うね。ピンクなので、うん、ですけど、うんうん、青みが入るとやっぱり似合えへんなっていうのは。
マゼンタになったはずなんだけどね。とあるカラセラピストさんに。そうしたらね、師匠先生に言うとね、黄色系の方が似合うんやでっていうところを言われたんですけど、やっぱりあんま似合えへんなっていう。そう、でも今日色白く見えるって言ってた。白く、ああ、でもファンデーションの加減かな。ぐらい、まあね、なんで、うん、パーソナルカラーいうところで、うん、あの青みとね、うん、黄色みってありますけど、うん、ゆかさんでもこれ黄色、これは黄色、ちゃんとした黄色、いやちょっと山吹色、山吹色っぽいよな、うん、そうそう、ちょっと赤みの入ってるお気に入り のセーターなのですね、着てこられて、はい、はい、で、まあ、じゃあこれ、まあ、ピンクに、まあこれも前も話しましたけど、黄身のね、黄色寄りのピンクと青み寄りのピンクでは色が違い、意味が違いますよっていうところで、これはね、受け取るっていう方です。お、愛されたいあ、愛を受け取りますって、それはプライベートなことかなね、あの黄色みの方のピンクは愛したい、うんうんうん、あ、そうなんだ、そうなんですよ、なので愛を告白するタイプからすると、今日の私はあの告白を受けたいタイプです。あ、なるほどね、はい、私はいつも告白したいタイプ、ね、ですね、好きを伝えたい、なのでちょっと黄身寄りのピンクの方でございますね。もともとピンク着ないけどねそうか、なんだったら 黄色みのピンク、そうそう、え、ってことは何、ピンクに、あのサーモンピンクっぽい方が持ってねーな愛をね、こうあの何、表現したいみたいな感じですね。なのでご自身があのどっち系のピンクが好きなんかなっていうところ、これでもほんま面白くて、あの、ね、告白されるように持っていきますとか言いますね、青めのピンクセッションとかしててね、それ選ぶ人言ってたら、こっち告白待ってる方の人ですかって言って言ったら、うん、告白されるようにやってる持っていくタイプですとか言ってた、若い頃からって言うてあったりね。そうなんだ、うん、だからなんかすごい分かる、うん、まあ、でも言うて私もピンクだったらどっちかっていうとサーモンピンク系ね、だからやっぱ香ったり着たりゆえゆえの方です、うん、そういえばね、小学校の時から私好きな子には好き好きで言ってたね、だから当たってますねはい、ママラフの Facebook ページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますので、ぜひご覧ください。インスタグラムも頑張ってます。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。